ジェフリー・チョーサーは、イングランドの詩人である。当時の教会用語であったラテン語、当時イングランドの支配者であった、ノルマン人貴族の言葉であったフランス語を使わず、世俗の言葉である、中英語を使って物語を執筆した、最初の文人とも考えられている。このため、ザファーザーオブイングリッシュポイトリーと呼ばれる。 家計はもともと、イップスウィッチの豪商であり、祖父と父は、ロンドンの豊かなワイン商人の家に生まれた。父ジョンを大金持ちのおばが無理やりに連れ出し、自分の12歳の娘と結婚させて、後取りにしようとしたことがあり、そのためおばは東国の上に250ポンドの罰金を支払うこととなったという。結局父はその娘と結婚し、 おばの所有するロンドンの大店舗を受け継ぐことになる。調査は当時のイングランドの裕福な上流中産階級の出自だったといえる。ジョンは1347年から1349年にかけてサウサンプトン港の王室種類管理室代理としてエドワード三世に仕えている。調査は1357年のエリザベス・ドゥバローの大長にその名が見られることから、 父の縁交を使い上流社会への仲間入りをしたと思われる。定心、外交施設、管理として、イングランドをエドワード3世、リチャード2世に仕えた。エドワード3世に仕えていた時に、彼の次男で、アルスター伯爵夫人の夫である、クラレンスコー、ライオネル・オブ・アントワープの従者として100年戦争に参加し、敵国フランスへ渡航するが、 1359年12月に、ランスにて捕虜となり、獄に繋がれる。翌年3月に、エドワード3世が16ポンドの身の白金を支払い、釈放される。その後プレキニーの和訳の締結にも、従者として出かけていることが記録されている。それ以降しばらくの間調査の消息は、記録から消えることとなるが、おそらくは、施設として、フランス、スペイン、 フランドルに赴いていたものと思われる。またこの間サンティアゴでコンポステーラの巡礼の旅を行っていた可能性もある。1366年になると、調査の名が再び現れ、エドワード3世妃フィリッパ・オブ・エノーの次女であったフィリッパ・ドゥロエと結婚する。妻の妹キャサリン・スウィン・フォードは、エドワード3世の三男で、ランカスター・コージョン・オブ・ゴーンとの子女の家庭教師であり、後に、 ランカスター公の愛人、そして三番目の妻となる。後に、ランカスター公が彼のパトロンとなる。この頃の調査は、インナーテンプルで法律を学んでいたと思われるが、資料にはそれを示すものは残ってはいない。1367年6月20日に彼は、王の側近として、騎士に次ぐ身分である、エスクワイアの身分となったと記録されている。彼は何回も、 海外へ出かけていたが、その中の何回かは、王族の側近として赴いたものであった。調査は、外交施設として、イタリアを訪問。この時イタリアの人文主義者で詩人のペトラルカと、信仰を結ぶことになるが、この二人を結びつける事例として1368年に、主人である、クラレンスコーが、ガレアッツォ2世、ビスコンティの娘ビオランテと再婚したことが、指摘されている。 ミラノで行われた、このコンギにペトラルカは出席しており、チョーサーも出席していた可能性がある。そして、ペトラルカの影響からチョーサーは、彼が用いたソネット形式を英文学に導入する。多彩な経歴を持ち、学識豊かでザ・ファーザー・オブ・イングリッシュ・ポイ h p と呼ばれる大詩人となった。アストロラーベに関する論文は、同天体観測機器の初の英語版解説書である。 また1370年には軍事出世の一環としてジェノバ、1373年にはジェノバ及びフィレンツェに赴いている。1374年には年俸10ポンドでロンドン税関に着任し、1385年または1386年までの間、調査はここで羊毛、比較に関する調税の仕事に携わった。 また1377年にも調査は旅に出かけているが、この内容はわかっていない。後世の書類から100年戦争の終結を図るために、ジャンフロワサールと共に、リチャード2世とフランス王女との婚儀を進める密命を帯びていたと思われる。後世の我々から見た場合、現実には婚姻はされていないのはわかっているので、もしそうであったのなら、これは、 不成功に終わったことになる。1378年に、チョーサーは、リチャード2世の密命を帯びて、ミラノに渡航。ビスコンティケと、傭兵隊長、ジョン・ホークウッドと接触、傭兵を雇い入れるために交渉する。この時、チョーサーと出会った、ホークウッドのいでたちが、カンタベリー物語の、騎士の物語への影響が見られる。ホークウッドの装いは、 騎士というより14世紀の傭兵そのものであった。1394年、リチャード2世から20ポンドの年金を授けられた。1399年に即位した、ヘンリー4世は調査への年金を更新し、1400年6月5日には、未支払いの年金の一部が支払われたとの記録が残っている。調査は1400年10月25日に死去したが、この日付の証拠は、 死後百年以上経過してから建てられた破壊死だけである。なお、彼を称えて、小惑星調査が、また月のクレーターにも調査が彼の名を取り、命名されている。主著、カンタベリー物語は、ボッカッチョ、デカメロンの影響を受けた作品で、カンタベリー大聖堂へ向かう巡礼者たちが語るという、体裁の説話集。未完ながら中英語を代表する、英文学作品である。 他に、恋愛物語しトロイルスとクリセイで、イーリアスを本案した、トロイルス、追悼し、公爵夫人の書、バラ物語、哲学の慰め英訳がある。調査ーーは教会にいる多くの人々が腐敗していると、ミたが、キリスト教徒を尊敬しており、自身も、キリスト教徒であった。カンタベリー物語でも、この小作品を聞くか読む者はそこから何か喜ぶべき。 ものを見つけましたら、イエス・キリストを感謝してほしいという趣旨の文章がある。アメリカ映画、ロック・ユーは、チョーサーが何をしていたか不明とされている1370年頃のヨーロッパを舞台とした物語で、チョーサーは、ジュースティングに挑む、主人公の仲間となる、重要なキャラクターとして登場。ポール・ベトニーがチョーサーを演じた。ありがとうございます。